はい、皆さんこんにちは、ピカです。シュタインズゲートエリートやっていくぜ。クリスはアメリカに帰る。それじゃあ、マユリとダルは本当に呼ばなくていいのか。なんだかみんなに見送られると辛くなるから。岡部だけなら何のためらいもなく日本を建てる。ジョークよ。手土産だ、持っていけ。いらねえ。なんだそれ。いいから、そんなにかさばるわけじゃないし。しょうがないから受け取っておく。そこで沈黙。別れの言葉を切り出すことができず、俺たちは見つめ合ったまま。青森、一緒に行けなかったな。うん、でもこの2週間なんだかんだで楽しかった。マユリア、橋田によろしくね。どちらからともなく、俺たちは最後の抱擁を交わした。岡部、頑張って。元気で。俺はその場から動かず見送る。今すぐ駆け寄って行くなと引き止めたい。抱きしめてそばにいてくれと告げたい。だがそれは許されないことなのだ。俺たち二人が決めたこと、マユリを助けるために、未来を救うために。すまないクリス、俺はお前を助けてやれない。クリスは消える。この世界線に取り残される。俺がたどり着く世界にクリスはいない。俺はマキセ・クリスのことを、マキセ・クリスのぬくもりを絶対に忘れない。でもこの世界線から岡部たちが消えちゃうっていうことないんでしょ。実体が、記憶はアルファ世界線に行くと思うけど、そこら辺ちょっと分かんない。なんか全部もう会えないような感じのこと言ってるよね。うん、その言葉が果たしてクリスに聞こえていたのかどうか。クリスの歩みにためらいはなく、その足を止めることはなく、俺から遠ざかっていく。もう二度と会うことはない。うん、まあ岡部の記憶では、まあアルファ世界線に行ったらクリスとはもう会えないんだよね。うん、クリスはまあベータ世界線に岡部存在するんじゃないのか。俺とクリスの世界線は交わることはない。クリスに会えてよかった。クリスがいてくれて救われた。ありがとう。
愛しい人。さよなら、愛しい人。クリスの姿が見えなくなっても、俺はそこから動かなかった。何分も、何十分も、駅をじっと見つめて、溢れ出しそうになる涙をひたすらこらえ続けていた。それではこれよりオペレーションベルダンディ最終フェーズを開始する。今日はコミマ最終日で、ダルもマユリも以前から行く気満々だったが、俺が急遽セルンへのクラッキングを頼むと快く集まってくれた。気がつけばラボメンは再び3人に戻っていた。この20日ほどの激動の日々において最大8人にまで増えたのに、それらすべての思い出を、それらすべての人との触れ合いを、俺はマユリを救うためだけになかったことにした。寂しさはあった。罪悪感だってある。それでも俺は思い出を消して元に戻ることを選んだ。鈴葉が語った未来のことは関係ない。マユリが生きていてくれるなら俺はそれだけでいい。ダル、始めてくれ。いいんだな。ああ。オキドキ。セルン中枢の IBN5100 でのみ干渉可能なデータベースへ侵入。そこに蓄積されたエシュロンの情報の中から、俺が7月28日にダルに宛てて送った最初の D メールを見つけ出し削除する。これで俺はベータ世界線へと到達できる。マユリの様子を伺うと、おばあちゃんの形見の懐中時計懐中を耳に当てていた。目を閉じじっとしている。マユリは気持ちを落ち着かせたいと木などよくそうやって懐中時計の音に耳を澄ませる。マユリにはさっきすべてを話した。どうやら覚悟を決めてくれたらしい。クラッキングについてはダルに任せっぱなしで何も問題ない。まだ少しかかると思った俺は開発室に足を踏み入れた。部屋の中央にはタイムリープマシンが置かれている。これがあったからかけがえのない仲間たちと出会えたし、かけがえのない仲間たちを傷つけてしまった。だが物のせいにはしたくない。すべてのものは使い方次第なのだ。こいつに助けられたのもまた事実。それでも全てが終わったらタイムリープマシンは壊してしまおう。もう二度と同じ過ちを繰り返さないために。オカリン、見つけた。マジであったぞ。これあったのか。俺が送った D メールがしっかり残ってるよ。
そこには確かに俺が書いたクリスの死に関するテキストがあった。このデータがあったからセルンは俺たちに目をつけた。 FB を通してラウンダーに指示が飛び、モエカの襲撃を招いた。スズハの言葉が正しければこのデータを消すことで俺たちはセルンに支配される未来なの待つアルファ世界線から脱出できる。アトラクタフィールドベータ、そこではマユリが2010年8月に死ぬという未来はやってこない。オカリ大丈夫だ。エンターキーを押せばデータ消せるようになってる。その儀式はオカリンに譲るわ。今度こそ全てが終わるんだ。ふと脳裏にクリスの顔が浮かぶ。俺は目を閉じ大きく深呼吸をした。さようならクリス。勝利の時は来た。この俺はあらゆる陰謀に屈せず己の信念を貫き、ついにラグナロックを戦い抜いたのだ。この勝利のため我が手足となって戦ってくれた仲間たちに感謝を。このキーを押せばクリスは死ぬ。俺は上着の片口をぐっと握りしめた。ピンク色の糸で縫ったデコボコの縫い跡。訪れるのは俺が望んだ世界なり。俺はマユリが生きていることを、生きることを、そしてクリスが死ぬことを選んだ。その事実を絶対に忘れない。忘れてはならない。これが全てはシュタインズゲートの選択である。これが俺の望んだ選択だ。世界は再構成される。エンターキーを押した。あれ？どうしたんだ？直後、ラボのドアが開く音がして、クリスがそこにいた。さよなら。私も、岡部のことが。なぜ戻ってきた。その問いを口にする間もなく、ああ世界が歪み、世界は再構成される。リーディングシュタイナーは発動した。世界に色彩が戻ってくる。そこに確かに立っていたはずなんだ。俺の助手クリスティーナことマキセ・クリスが、その姿は幻のように書き消えて、今はもう誰もいない。部屋の中は特に何かが変わったようには見えない。
むしろ何も変わっていないように見える。片口にはクリスが塗って直してくれたほころびがあるはずだったけれど、ない。暗闇で塗ったせいで凸凹だった縫い跡は消え去り、ピンク色で明らかにアンバランスだった糸も痕跡すらない。開発室にあるのはタイムリープマシンではなく電話レンジカッコ仮だ。クリスが施した改良部分のみが消えた。地球上からこの20日ほどの間をラボで過ごしたマキセ・クリスの痕跡のみが、彼女の残したあらゆる痕跡が消えてしまった。俺の記憶、思い出以外にはどこにも。なあ、ラボメンナンバー004は誰だっけ？聞かずにはいられない。無駄だと分かっていても。オカリン、ラボメンには004の人はいないよ。それとも名前すら明かされてない隠れメンバーが。幼女なら許す。いや、この世界でラボメンナンバー004のマキセ・クリスを知っている人間は俺一人だけだから、忘れない。俺だけはクリスのことを永遠にこの記憶に刻んだまま生きていく。さあ、勝利宣言をしよう。まだ最終確認はできていないけれど、多くの犠牲の上に達成したことだけれど、それでも俺は戦いに勝ったから、マユリを救うことができたから。今ここにラグナロックの勝敗は決した。この俺、狂気のマッドサイエンティストである鳳凰院鏡馬は、そのアインシュタインにも匹敵する IQ170 の霊利なる頭脳により、機関およびセレンのあらゆる攻撃に対し時空を操ることで完全に勝利したのだ。まさに俺は神に等しき存在となった。そしてたどり着いたこの大いなる地平、我が野望が叶う世界、世界の支配構造はリセットされ混沌の未来が待つであろう。これこそがシュタインズ。オカリン、もういいんだよ。マユシ、なんか知ってんの？わけが分からず俺は凍りつく。何を言ってるんだ、俺は今華麗なる勝利宣言を。だって今のオカリン泣き出しそうな顔してるんだもん。ねえ、無理しないで。前にも言ったよね、マユシーはオカリンの重荷にはなりたくないって。何？もうその口調続けなくてもいいんだよ。辛いなら普通に戻ってオカリンの心をね、さらけ出してもいいんだよ。
俺はもうマユシーのことは気にしなくていいから。マユシーは大丈夫だから。オカリンはね、オカリンのために泣いてもいいんだからね。何があったのかはわからないけど、泣いてもいいんだよ。それまで必死でかばっていた仮面がひび割れ崩れていく。ただひたすら突き進んできた。好きな女すら犠牲にした。けれど今もうマユリは死ぬことはないんだって思ったら、脳裏にまたクリスの顔が浮かぶ。クリスの体のぬくもりが、クリスの唇の柔らかさが、クリスの最後の言葉が、次々と思い出されてきて、もう我慢できなかった。俺はクリスにもう会えないという悲しさで胸が苦しくなる。マユリが死なない世界、俺がずっと求め続けてきたこの世界にはかけがえのない仲間であり、俺にとって誰よりも大切な人はいないということ。こんなのあんまりだ。なんでよりによってクリスなんだよ。どうしてどちらかしか選べなかったんだよ。どうしてそれを俺に選ばせたんだよ。どうしてクリスは笑顔で俺を送り出せるんだよ。俺はマユリにしがみついて、優しく髪を撫でられながら声を出して泣いた。マユリはそれから3日以上経っても死ぬことはなかった。モエカたちラウンダーが襲撃してくることもなかったし、ブラウン管工房の店長も全く動きを見せず、ひたすら暇そうにしているだけだった。俺だけがぽっかりと心に穴が開いたように、何をする気力もなく、ただただぼんやりと過ごし続けていた。これで最後だな。マユリが死なないという確信が昨日になってようやく得られた。はあ、もったいねえな。 IBN5100 は売ればプレミアつくのに。それよりね、ラボから電子レンジがなくなっちゃったよ。マユシーはもうジューシー唐揚げナンバーワンを食べられないのです。電子レンジぐらい拾ってくればいいだろう。電話レンジかっこ借りはもういらない。あのマシンがあったことで俺はクリスと出会えた。けれどあのマシンがあったことでたくさんの人が傷ついたのも事実だ。だからもうあのマシンは使わない。使ってはいけないと思う。時空を支配した狂気のマッドサイエンティスト鳳凰院京馬が死んだように、電話レンジかっこ仮にもまた死んでもらわないと。これまでの自分を否定したくないの。たとえ失敗ばかりだったとしても、それを含めて今の自分があるんだから。
D メールもタイムリープも人には過ぎた力だ。生きることは本来やり直しなんかできないことだから、これでいいんだな。あ、そうだよな、クリス。過去にだって今すぐ行けますよ。夜になったら望遠鏡で空を覗いてみてください。何万年も前の光を見ることができるでしょう。俺たちは普段何気なく過ごしていながらタイムトラベルに近いことをしている。クリスはそう言っていた。そんな言葉の一つ一つをゆっくりと心に刻んでいこう。これから俺が生きていく中で決して記憶からこぼれ落ちてしまわないように。はい、これでトゥルーエンディングは、まあ、一応完成したのかな、完了できたのかな。そしたらですね、今回はここまでにしときます。あとね、まあやりたいのはクリスエンディングと、まあマユシーエンディングですね、マユリエンディング。はい、それでは、今回はここまでにしときます。また次回お会いしましょう。またね。なんだこれは。え、どうやんの。え、わかんねえ。はい、もしもし。え、誰が。僕が、お父さん。君の。何言ってんの。え、は、岡部凛太郎に代われ。なあ、オカリン、謎の女が変わってくれってさ。誰だ。お願い、今すぐラジカンの屋上に来て。え、誰だよ。私は2036年から来た、そこにいる橋田イタルの娘。名前は天音鈴葉。ちょっと待て、鈴葉がなんでここにいるんだ。戻ってる戻ってる。おいおい、ロールバックしてるっつーの。え、ちょ、え、まだ続くの。嘘。え、チャプター10までしかないって情報があるんだけど。ラジカンの屋上。嘘だろ。わあ、あれ何。今度はきっちりと着陸してるね。これまさにシュタインズゲートゼロだよね。ロボじゃね？変形とかしたりして。これはなんだ？
スズハの乗ってきたタイムマシン。だがなんとなく違う気がする。スズハの乗ってきたものはもっとオンボロに見えたけれど、これはやけに真新しい。それにラジカンの壁に突き刺さっていない。というか、このベータ世界線においてスズハが2010年にやってくるはずがないんだ。だってセルによるディストピアの構築はアルファ世界線での未来であって、それを阻止するためにスズハはベータ世界線に脱出しろと言っていたんだぞ。じゃあこの人工衛星を俺はいつどこで見た。今みたいに突き刺さっていない人工衛星を以前にも見たことがある。え、わけわからん。そうだ、ドクター中鉢の発表会の時だ。あ、そうだっけ。発表会が始まる直前、地震でも起きたかのようにビルが揺れて、屋上に出てみたら今みたいに人工衛星が置かれていた。おいおい、これあったからクリスが殺されたのか。まさかスズハじゃないよな。なんかそれぐさっとくからやめて。岡部凛太郎、スズハ。少し雰囲気が変わったように見えるが間違いない。ブラウン管工房のバイト、ジョン・タイター。2036年からのタイムトラベラー。7年後に生まれるダルの娘。なんでだ、なんでお前がここにいる。質問に答えて。君が岡部凛太郎。まるで初対面みたいな聞き方だ。こいつは本当に天音鈴葉なのか。いや待て、ちょっと待て。思考の整理が追いつかない。私は2036年から来たタイムトラベラー、オカリンおじさんに頼みがあるの。オカリンおじさんになってるよね。スズハってオカリン見たことないんじゃ、あるか。ちょ、くちゃくちゃだな。オカリンおじさん。おじさんなの？マユリの疑問に答える余裕もない。この世界線の未来では第三次世界大戦が起きちゃうんだ。それを回避するために私に協力して過去を変えて、お願い。なんだよそれ。なんなんだよそれは。第三次世界大戦って大変だ、大変だよ。いや、つうかさ、タイムトラベラーってマジ？釣りじゃなくて？父さんは黙ってて。父さん？はあ、びっくりした。謎の美少女にいきなり父さん呼ばわりされたでござる。どうせならお兄ちゃんと呼んでくれ。待て、待ってくれ。
もっとちゃんと整理をしないと。そこにある人工衛星のようなものはタイムマシンか。俺の記憶の中にある快活な笑顔は浮かべようとしない。むしろ感じるのは凛々しさ、それと冷徹さ。お前の父親が作ったのか。そうだよ。お前は一体どこから来た。2036年から1975年、2000年を経由して。経由だって。死んだ、スズハ死んじゃったのはアルファ世界線だね。今はベータだからか。あのタイムマシンは未来方向にも跳躍できると言いたいのか。そうじゃなきゃタイムマシンとは呼べないじゃん。違う未来から来た。違う未来。2036年はどんな状況なんだ。セルンによるディストピアは。セルンって何。ディストピア。セルンってないのか。セルンを知らないのか。やはり俺の知っているスズハとは違うスズハなんだ。さっき第三次世界大戦が起きると言ったよな。そう、その戦争で人類の総人口は10億人まで減ったの。ちょ、10億って、今の総人口って67億人ぐらいじゃなかったっけ。だとしたら57億人も死んだってこと？核兵器が使われてね。かつての冷戦構造にそっくりだった。きっかけはタイムマシン。 EU とロシアによる開発競争が火種になって、それにアメリカまでが横槍を入れたから収拾がつかなくなった。世界を滑る可能性を持つ夢の装置、それを手に入れることは過去から未来までを全て手中に収めるっていうことになるわけだから。またタイムマシンか。これは夢の装置であると同時に死を呼ぶ装置にもなる。それを俺はこの3週間で痛感した。2036年には戦争は終結してるけど、地球はボロボロ。もうさ、人がまともに住める世界じゃないんだ。これはベータ世界線における未来だ。アルファ世界線の未来ではセルンがタイムマシンの開発に成功することでディストピアを構築した。そこでは争いは皆無だが、同時にあらゆる人々に自由が与えられていない。その収束範囲内から離脱した俺がたどり着いたこのベータ世界線では、セルンがタイムマシンの開発を失敗する。しかしその代わりに57億人が死ぬ世界大戦が起きる。そんなのありかよ。どっちにしろボロボロじゃねえか。オカリン大丈夫？なんでこんなことになってるんだ。お前が言ったんだぞ、ベータ世界線なら平和な未来が待っているって。
確かにマユリは助かった。死ななかった。なのに鈴葉は、今さらのこのこ、俺たちの前に現れて、挙句の果てに、またも過去を変えろという。今が未来への大きな分岐点で。そんなのは知ってる！だったらわかるでしょ？このままじゃ、57億人が死ぬんだよ。戦争が終わったって、何も残ってない世界に私たち放り出されるんだよ。あんなひどい世界を変えるために私はここに来たの。そして過去を変えるためにはオカリンおじさんの協力が。断る！俺はアルファ世界線からここに来た。俺の大事な女の子の命を犠牲にしてまでここにたどり着いたんだ。もう戻れない。マユリが死ぬあの世界線には戻ってはいけないんだ。57億人が死のうと知ったことかよ。あいつのクリスの犠牲を無駄になんかさせないからな。それは比べられるものなんかじゃない。つまりおじさんは別のアトラクタフィールドにいたってこと？すごい。それが例のリーディングシュタイナーなんだね。なぜその名を？父さんから聞いてる。それに私もオカリンおじさんとは会ったことがあるんだ。未来でね。俺と？そしてそっちのアトラクタフィールドでも私は同じように2010年に来たんだね。オカリンおじさん、今おじさんは断るって言ったけど。そうだ、クリスの死は無駄にしない。マユリを殺させはしない。なんだ、全部言ったんじゃないのか。さっきから言ってるそのクリスってマキセ・クリスのことだよね。聞いて、おじさん、もしも、もしもだよ、この世界線の未来を変えるために必要なのが2010年7月28日に亡くなったマキセ・クリスを助けることって言ったら。クリスを助ける。7月28日、あの日殺されたクリスを一体どうやって。もう電話レンジカッコ借りはない。 D メールは送れないし、タイムリープも。ではそもそもあの日まで遡れなかった。あっ、タイムマシン、これがあれば。あ、なるほど。俺が今から7月28日へ飛んでクリスを助け、それからまた今日8月21日に戻ってくること、つまり往復ができる。 D メールでもタイムリープでもなく、正真正銘のタイムトラベル、物理的な時間跳躍。2010年7月28日、あの日、クリスが殺される1時間ほど前に、今と同じように置かれているこのタイムマシンをあそこで見たのだ。それが意味することはただ一つ。すべては偶然ではなく必然。ちょっと待て。あのタイムマシン、そしたら岡部乗ってきたってことなのか。わけわからん。ということは、物理的移動だから、その時間帯に世界線に岡部が二人いたってことか。へえ。
このタイムマシンがあの日のあの場所に出現したことは確定している。どれだけ否定したって俺があの瞬間へ戻ることはあの日の時点ですでに決まっていた。あ、なるほど、やっぱ岡部乗ってきたんだねこれ。面白そう。なんだよそれ、俺の意思は関係ないみたいじゃないか。運命とか神とかそんな超常的存在によって勝手に決められたレールの上をただ歩いているだけみたいじゃないか。私が望む世界線はオカリンおじさんが通ってきたっていう、アルファ世界線だっけ。そこじゃない、目指すべきは。なんだ。アトラクタフィールドの狭間。アトラクタフィールドの狭間？どのアトラクタフィールドからも一切干渉を受けない、たった一つの世界線、通称シュタインズゲート。何？その名は中二病の俺が勝手に命名した特に意味のない造語だぞ。シュタインズゲートはさ、まだ誰も見たことのない未知の世界線らしいんだ。らしいって、それ誰かが観測したんじゃないん？観測はされてないんだよね。だから未知なわけで。でも、シュタインズゲートのダイバージェンスは、お父さんとオカリンおじさんとで、すでに割り出されてるよ。相対値で、ここからマイナス 0.081609%。なんだそのややこしい数字は。そこがシュタインズゲート。わかりました。その世界線に到達するために必要な条件がクリスの救出。そういうこと。第三次世界大戦を回避する鍵なんだよ。彼女が生きていればさ、戦争は起きない。少なくとも57億人も死なないんだ。なぜだ。え、なぜクリスなんだ。確かにクリスは天才少女だが、あいつが57億人を救う英雄だっていうのか。よくわかんない。わからないって無責任すぎるだろ。私は父さんの立てた計画通りに動いているだけ。その計画、元はオカリンおじさんが立案したらしいんだけど、だからおじさんの計画が間違ってたら私のやってることも意味がない。どうしてまた聞きなんだ。直接俺に指示されたわけじゃないのか。オカリンおじさんは10年ぐらい前、今からだとおよそ15年後、2025年に亡くなった。それはアルファ世界線で聞いたけど、ベータ世界線においてもやっぱ亡くなっちゃうんだ。だから真相はわからない。父さんはオカリンおじさんの意思を継いでこの計画を実行するためにたった一人でタイムマシンを作り上げた。さすがスーパー派か。お、オカリンおじさん、その世界線シュタインズゲートは未知っていうぐらいだから、どんな未来が待っているのか誰も知らない。もしかしたら第三次世界大戦が終結した後でディストピアが構築されるかもしれない。もしかしたら
マキセ・クリスはオカリンおじさんが助けた2日後とかに死んじゃうかもしれない。もしかしたらオカリンおじさんは2025年じゃなくて1週間後に死んじゃうかもしれない。でも同時にもしかしたら2036年になるまで第三次世界大戦も起きないし、ディストピアも構築されないかもしれない。マキセ・クリスも他の誰も死なないかもしれない。素晴らしい未来が待っているかもしれない。私がいた2036年でもなく、アルファ世界線の私がいた2036年でもなくなるのは確か。そんな先の見えない未来に行くメリットはあるのか。頑張って結局もっと悪くなりましたなんていうバッドエンドはごめんだ。先は見えない、完全な道。そもそもクリスを助けられるはずがない。時間を飛び越えることで過去を改変したって全て収束してしまう。それでも言ってくれるなら、それでも私と一緒に7月28日へ飛んでくれるなら、この手を握って。はい、今回はまあ終わりかと思っちゃったけどまだ続いちゃったね。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。